ほんで、チャーシュー担々麺来ました。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいだす、どうもミスター京都アッキーです。はい、今日はラーメン新店舗向かっていきたいと思います。まあ、新店舗ってもね、もう7月の末にオープンしたお店で、もうなかなか僕も時間が取れなくて新店舗追いついてないんですけども、ちょっとゆっくりまた回っていこうと思うんですけども、今日は四条大宮の身分通りかな、それをちょっと、上がったところ、そこにね、なんかね、ごまの香りって言って、担々麺の美味しいお店がオープンしてますんで、今日はそちらのお店に初潜入していきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら行ってください。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。四条大宮はずっと身分通り来て、はい、ちょうどあの前、京都府中京警察署この前ぐらいにできてるんですけど、ここやな。ちょっと一回聞いてこい。あ、すいません。いやー、許可もらいましたよ。お客さん結構いましたね。あー、7月のオープンみたいですね。とりあえずチャーシュー麺行ったぐらい、チャーシュー麺行ったぐらい、ご飯、白ご飯でよ。ということでやっていきましょう。7月25日のオープン、ごまの香りさん、担々麺の美味しいお店ということで、とりあえず普通のラーメンもあったんですけど、チャーシュー担々麺、ほんで担々麺にはやっぱ白ご飯が合いますんでね、ご飯の勝負注文しました。楽しみですね。ということで、これやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。来ましたよ。そしたらご飯を小、ご飯は小でも結構入ってますね。ほんで、ごまの香りさんのチャーシュー担々麺来ました。もう着丼と同時に素晴らしいごまの香りがしてますね。わ、本格的な担々麺ですね。山椒とかの香りも漂う鶏豚骨ベースのスープということです。はい、わあ、いい色やな。入荷したよ。いい色っすね、これ。これがうまそう。めちゃくちゃ食欲をそそるいい匂いしますわ。はじめ！視聴者さんでした。
いやー、強力なごまの香りが素晴らしいですね。うまい。めちゃくちゃクリーム。軽く上にかかってる山椒がめちゃくちゃね、もういい香りしてる。チャーシューも結構いっぱい出てるね、これ。これ。これはうまそうな、トロトロチャーシューですね。結構、1、2、3、4、5、7枚。7枚、8枚ぐらい乗ってて、ほんでミンチがついてるし。この家族でこれはお値打ちっすね。小松菜。チャーシューいって麺でもいきますか。麺もわあ、チヂですね。チヂレ麺、よっしゃ。担々麺でチャーシューがこれだけ入ってるのも嬉しいじゃないですか。うまっ。トロチャーシュー、トロ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 、味付けもしっかりしてる。なんかちょっと中華の辛辣っぽい感じですね。このチヂレがね、めちゃくちゃこの濃厚スープ持ち上げてくるんでね、アクスアクスで最高にうまい。麺がうまい。じゃあこの辺でちょっと味変、香味ラー油。これはうまいで、これはいいで、これは最高の味変アイテム。ほんで一味、辛口に、美味しいですね。いろんなタイプの担々麺があるんですけど、ここはほんまにごまの主張とこのクリーミーさがいいですね。はい。ラー油入れたら辛くなってめちゃくちゃうまい。これうまいな。もうチャーシューももうラーメン屋に負けないレベルのめちゃくちゃ美味しいチャーシュー。このね、香味ラー油絶対うまい。これ絶対うまい。あらうまい。胡椒もあるわ。胡椒砂漠でさらに濃厚にトロトロになりましょう。
そこにミンチが溜まってるんで、ご飯入れてこうすくって食べる。これがいいですね。タンタンの醍醐味です。残りの米もぶち込みましょう。これはなんか体に良さそうな人ですからね、ちょっと飲むかな。そこにミンチとか旨味成分が溜まってるんで、スープ全部飲もうしましたね。このスープはたたたにいいと思うわ。もうほんま細かっていうのは濃厚で美味しい、クリーミーな担々麺でした。最初最後でした。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。今日は四条大宮三部通りに7月にオープンしました、ごまの香りという担々麺の店来ましたけど、本格的でしたね。ここはほんまクリーミーで優しいスープなんで、老若男女、お年寄りから子供まで楽しめる美味しい担々麺だと思います。で、辛いの好きな方はあのラー油入れて一味入れて、そしたらピリッと締まりますんで、はい、ほんでご飯にも合う美味しいスープ、ほんでチャーシューが本格的やわ、むちゃくちゃうまい。担々麺専門店にしてはチャーシューがもうバリバリうまい、はい、ドロッとしてて、はい、ですのでチャーシュー麺で食らっていただきたいと思います。はあ、お腹いっぱい。ということでごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいた皆様お会いしまーす。ありがとうございました。なんか今日はラーメン食ったけど体にいかんじゃね、ポカポカしてるわ、はい、ぜひ来てください。ありがとうございました。